味噌汁みたいになってるな。そうだよね、味噌汁みたいな。なんで、あれなんで。お客様が当店スーパーまんまる記念すべき1万人目のお客様です。よっしゃうちは分母でやってるから、分母で。だから行こうね、分母で。分母って言われて行きたくない。リクライニングを元の位置に戻してと。あんまそういうの CA さんセリフないですけどね。動きだけやってるイメージ。ごめんなさい、初めてなんですけど、僕これこんな長いですか。初めて飲むんですけど。よろしければ夜景の見える席にご移動もできますが、いかがなさいますか。ここも結構綺麗に見える席なんですけど、もっと夜景が綺麗に見える席があるってことですか。あ、いえ、こちらと同じようなものか。車に乗る前は、車の下に何か入ってるかもしれない、ね、車の下に何かいるかもしれない、はい、子供がいるかもしれないし、はい、猫ちゃんがいるかもしれない、あ、はい、クマちゃんもいるかもしれない。クマちゃんはいないかもしれない、はい、欲しかったんだよ。ありがとうな、やっぱ親友だよ。このさ、なんでもないプリントをさ、ぐちゃぐちゃに丸めたゴミじゃねえかよ。ゴミだろゴミ。何ゴミくれてんだよバカ野郎。できないよこれ、誰でもはできないって。僕寺中さんの子役の頃からの大ファンです。はい、本当ですか。はい、嬉しいです。ありがとうございます。広沢さん、はい、それやっぱボビーさんを連れて行きたかったんですか。まあそうですね、なかなかこういう機会もないので一人追加しました。あ、軽いですね。ごちそうさす感じでいけるもんです。ボンバー。あ、ちょ、俺より先に言うな。はいはいはい、俺より面白いんです。生放送でやってます。